コウヘイ TV 始まるよ。コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日なんですけど、ゼロクラウンマルチ周りの機能を皆さんにご紹介したいと思います。この車は15年落ちになるんですけど、僕の中ではまだまだいける車だと思ってます。それでは今からゼロクラウン機能見ていきましょう。まずはオーディオになるんですけど、ここでバスとか色々と変えれます。僕はもう基本マックスにしてます。後ろから音を出したい場合はこういうような感じでですね、変えれます。僕は真ん中にしてます。これはお金を払っとかないといけないんですけど、お金を払っていたらオペレーターにつながってガソリンスタンド、コンビニとかオペレーターの方がセットしてくれます。ものすごく楽ですよね。当時ゼロクラウン買った時に月額か年間か忘れたんですけど、高かったんですよ。なので僕は入りませんでした。でこれが電話ですね。 Bluetooth つなげてるので、電話がかかってきた時はここのボタンで出れます。逆に電話をかけたい時はここに電話帳があるので、これを押すとかけ対象の番号に押せば繋がります。で次なんですけど、周辺モニターです。これを押すと縦列ガイドの音量設定とかができます。僕は結構耳が遠いので大にしてます。初めのコツの表示とかありなしとか変えれます。縦列ガイド線です。ありにしてます。クリアランスオーナーなんですけど、小にしてます。でブザー設定っていうのがあるんですけど、これで切り替えができます。ソナーの表示を中止することもできます。メンテナンスです。他の動画でもこれはおそらく言ってると思うんですけど、このメンテナンスは便利です。オイルとか押したらお知らせ距離とかが出るんです。ナビにオイル交換の時期とか出ます。で、いろいろとタイヤとかローテンションとか設定できます。ナビに表示されたら楽ですよね。次なんですけど、カレンダーです。今日が2020年5月1日の金曜です。カレンダーも使えます。で、ETC なんですけど、設定がいろいろとできます。で、この設定なんですけど、ここでバックの色が変えれます。ブルーとか、グレーとか、ベージュに変えれます。メニューを押すと、こういう風に出てくるんですけど、ここの各種設定で、踏切警告、あとはカーブ警告とか、いろいろ設定とかできます。暑いですね、今日は。今エアコンつけてないんで、車内がものすごく暑いです。外気温は28度ですね。このセーターを今日も着てるので汗だくです。最後になるんですけど、これは動画で結構言ってるんですけど、トークスイッチです。僕が一番お気に入りの機能です。エアコン、こういう風な感じでですね、エアコンを入れてくれたりとかいろいろできます。もう動画のネタがありません。車のネタ提供してくれる方がいたらコメント欄に書いてください。よろしくお願いします。あと他にゼロクラウンの素晴らしい機能とかがあったらそれも教えてください。よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。コウヘイでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。